四季様、何かお気に障ることでもありました？いえ、何でもないんです。ちょっと気をされているだけで。あ、お茶、ありがとうございました。美味しかったです。まあ、お上手ですね。こちらこそ、お褒めいただきありがとうございます。と、それより本題ですね。お待たせいたしました。秋葉様のご用事がお済みになりましたので、執務室においでください。四季様をお連れしました。ご苦労様、仕事に戻っていいわよ、琥珀。はい、それでは失礼いたしますね。お久しぶりですね、兄さん。兄さん、何かこの部屋に不審な点でも？あ、いや。話には聞いていましたが、本当に体調が不安定なんですね。時間は無駄にしますが、私からの話の前にお休みになられますか？いや、体調はそう悪くない。秋葉があんまりにも変わってたんでびっくりしたというか。7年も経てば変わります。ただでさえ私たちは成長期だったんですから。それともいつまでも以前のままだと思っていたんですか、兄さん。いや、それは。面目ない。正直考えが足りなかった。でもそれにしたって秋葉は変わったよ。昔より格段に美人になった。ありがとうございます。兄さんは以前とあまり変わってはいませんね。まあいいでしょう。体調が良いのなら話を済ませましょう。今回の移転について詳しい事情は聞いていますか？いや、詳しい事情は何も。いいから屋敷に帰ってこいって話だけだ。親父が亡くなったことは新聞で知ったけど。Thank you.
申し訳ありません。お父様のことを兄さんに知らせなかったのはこちらの失策でした。そこは気にしなくていいんじゃないかな。俺が言ったって死人が生き返るわけでもないんだ。逆に親戚筋に合わなくて助かった。そうですか。そう言っていただけると私も少しは気が楽になります。でもそうなると誰が俺を呼び戻したんだ。親父の遺言ってわけでもないんだろ。兄さんをこちらに呼び戻したのは私の決定です。いつまでも遠野の長男が有馬の家に預けられているのはおかしいでしょ。どんな欠陥があろうとあなたは遠野の人間なのですから。お父様、遠野真紀久が亡くなった以上、遠野の血筋は私と兄さんだけです。血は守られなければいけません。お父様がどのような考えで兄さんを有馬の家に預けたかは知りませんが、そのお父様もすでに他界なさった身。理由が定かではない以上、遠野指揮をこちらで監督するのは家族として当然のことでしょ。監督するか。じゃあもし遠野の家に帰ることを拒否してたらどうなっていたんだ。そんな自由はあなたにはありません。有馬の人間にも本家からの決定を拒む権利はありません。私も兄さんも遠野家に育てられたものです。少なくとも成人し社会的に自立するまではあなたは遠野家に隷属する義務があります。親父の口癖だったな。じゃあ俺を呼び戻した理由は、どのような経緯であれあなたが遠野家の長男だからです。それ以外に理由があるとでも。理解していただけて何よりです。言うまでもありませんが、私の発言は遠野家当主のものとして受け取ってください。戸籍上ではあなたは私の兄ですが、この家における上下関係はまた別のものです。兄さん、私はあなたを兄として尊重しますが、同時にこの家を預かる者としてあなたを遠野家の財産として扱います。7年前のことは忘れて、私たちは当主とその家人であることを肝に銘じてくださいますよう。うん、それはそれで分かりやすい。はっきり言ってくれた方が俺もすっきりする。私の言葉を理解していますか。私は兄さんより上の立場でそれを承諾しろと一方的に宣言したつもりですけど。分かってるし文句はないよ。だってどう考えてもこの扱いになるだろう。今むしろ7年間好き放題に生きてきた俺に、妹としてきちんと礼を取ってくれる明葉に感謝してる。けど明葉の考えは別にして、親戚の連中がよく納得したな。俺を有馬の家に預けろって言い出したの確か親戚の人たちじゃなかったっけ。そうですね。ですが今の当主は私です。親戚の方たちの進言は全て却下しました。
この件に関して意見を挟むということは、私に、ひいては遠野に逆らうことだと明言しましたから。兄さん、ぼーっとしたお顔をされていますが、何か。ああ、いや、感心したというか、感動したというか、本当に当主として認められたんだな。当たり前です。そうでもなければ、兄さんを呼び戻せないでしょう。話を戻します。兄さんには、今日からここで暮らしていただきますが、ここにはここの規律があります。今までのような不作法は避けていただきますから、そのつもりで。お？そりゃ無理だよ、アキハ。今さら俺がお行儀いい人間に戻れるわけないし。戻ろうって気もないんだから。いえ、何があろうと戻っていただきます。子供じゃあるまいし、試す前から泣き言は結構です。それとも、私にできたことが兄さんにはできないとおっしゃるのですか？わかった。できるだけ努力はしてみる。努力はする、ですか。都合のいい返答ですね。努力をすれば、誰であれ報われるとでも。私が求めているのは結果だけですので、そのつもりで。いいです。兄さんは今まで自由気ままに暮らしていたんですから、すぐに生活を正せとは言いません。最短で1週間、最長で1ヶ月の猶予を差し上げますので、どうぞ死ぬ気で努力してください。あのですね、そこまで無茶な話ではありませんから。現在、屋敷には兄さんと私しか住んでいません。うるさ型の親戚筋がいては、兄さんも落ち着けないでしょうし、私も煩わしいので、人払いは済ませました。お前、屋敷に居候してる親戚、全員追い出したのか？ええ、どうぞお気になさらず。家と財産を失いながら、何の努力もせず、お父様の恩情にすがっていただけの方々です。遅かれ早かれ、屋敷から出て行ってもらう予定でした。ああ、使用人たちも大部分に暇を出しましたが、私と兄さん付きのものは残しましたので。問題はありません。いや、問題ないってありすぎるだろ。そんな勝手をしまくったら、次の親戚会議でやり玉にあげられるぞ。もうつべこべ言わないでください。兄さんだって、屋敷の中に人があふれかえっているより、私たちしかいない方が気持ちは楽でしょ。いや、でもだな、本当にそれでいいのか。親父だって親戚の意見には逆らわなかったのに、そんな暴君みたいなわがままを通しちまって。そうですね。だからお父様は兄さんを有馬の家に預けたんです。けれど私、子供の頃からあの人たちが大嫌いでしたから、これ以上どうでもいい彼らの小言を聞くのはごめんです。ごめんですって、アキハ。ああもう、いいから、私なんかの心配は結構です。そんなことより、兄さんはこれからのご自分の生活を案じてください。いろいろ大変なことになるって目に見えているんだから。状況はご理解いただけたとは思いますが、兄さんはまだ有馬での暮らしが抜けきれていない様子。ま、それもいいでしょう。そのための使用人です。この先、わからないことがあったら、この子に言いつけて。翡翠、
この子は翡翠、うちの使用人です。これから兄さん付きの次女にしますが、よろしいですね。次女って、つまり…わかりやすく言うと、召使いということです。ちょっと待ってくれ、召使いとか大げさすぎないか。自分のことぐらい自分で面倒を見れるっていうか。食事の支度や洗濯もですか。ともかくこの屋敷に戻ってきた以上、私の指示には従ってもらいます。有馬の家ではどう暮らしていたかは知りませんが、これからの兄さんは遠野家で暮らす遠野家の長男なんです。相応の待遇は義務として受け入れてください。それじゃあ翡翠、兄さんを部屋に案内してあげて。この人は右も左もわからない子猫と変わらないようですから、この広い屋敷でいきなり迷子にならないようにね。かしこまりました、秋葉様。あ、それと兄さん、長男といえどこの屋敷では禁止された事柄、立ち入ってはいけない場所があります。それを犯したりすることのないように、翡翠には兄さんのお守りも命じてありますから、翡翠の進言にはできる限り耳を傾けてください。それお守りじゃなくて監視役って言わないか。兄さんが規則正しい生活をしてくだされば、翡翠もそんな役割から解放されます。それではまた夕食の席で。お部屋にご案内いたします、四季様。四季様のお部屋はこちらです。なんかおとぎの国みたいだ。四季様、何かご質問でも。いや、ただの独り言だから気にしないでくれ。俺の部屋ってここ？はい、ご不満がおありのようでしたら違うお部屋をご用意させていただきますが。いや、不満なんてあるわけないけど、その…四季様。いいんだ、なんでもない。喜んでこの部屋を使わせてもらうよ。はい、お部屋は7年前から手を加えていませんので不自由はないと思います。ちょっといいかな、ここ7年前は俺の部屋だったとか。そう伺っておりますが、違うのですか？まあ言われてみれば確かに少しは覚えがあるし、きっとそうだったんだろう。けどやっぱり落ち着かないな。今朝まで4畳半の部屋で暮らしてたからさ、高級ホテルに泊まりに来たみたいだ。お気持ちはわかりますが、どうかお慣れください。
四季様は今日から遠野家のご長男なのですから。まあそうだね。せめて外見ぐらいは笑われないように頑張ってみるよ。それと昨夜のうちに届いたお荷物は全て運び込みましたが、問題はありませんか？いや別にないけど。あ、なんか持ち込んじゃいけないものでもあったとか？いえ、お荷物が少なすぎるようですから、必要なものがあればご用意いたしますので、どうかお聞かせください。そっか。いや、とりあえず足りないものはないよ。もともと荷物は少ないんだ。自分の荷物って言ったら、そのカバンとこのメガネと。ともかく荷物のことは気にしないでいい。こんな立派な部屋だけで十分だ。かしこまりました。では1時間後にお呼びに参ります。1時間後ってもしかして夕食？はい。それまでどうぞおくつろぎください。つまらないことを聞くけどさ、この屋敷にテレビとか通信回線とかあるの？テレビと通信回線？今にはありません。西館には娯楽室がありますが、こちらは鍵がかけられています。先日まで逗留なされていた皆様は私物を持ち込まれていましたが、出立される時に荷物はお持ち帰りいただきましたので残ってはいないと思います。秋葉が追い出した親戚筋か。逗留って誰がどのくらいしてたんだ？久我峰様のご長男とそのご家族の皆様が1階西館の3部屋を、遠崎様のご三女とその婚約者の方が2階西館の角部屋を、木島様のご長男が1階東館の一部屋を、皆様3年ほどお過ごしになられました。あとは確か先代である牧久様の主治医様が屋敷に逗留されていたと。3年もか。なあ翡翠、そういうのって逗留って言うんじゃなくて居候って言うんじゃないか？ないからって別に死ぬわけでもないか。確か1階の西館の方に書庫があったっけ。暇な時はそこから何か見繕うことにするよ。翡翠？姉さんの部屋にならあると思います。は？ですからテレビです。以前姉さんの部屋で見かけた記憶がありますから。よかった、ここでもそれぐらいはあるんだって。ちょっと待って、姉さんってもしかして琥珀さんのこと？はい。現在このお屋敷で働かせていただいているものは私と姉さんの二人きりです。そっか、あの人なら確かにバラエティ番組を見てそうなキャラクターだ。ごめん、この話はなかったことにしてくれ。これからここで暮らすんだから屋敷のルールには従わなくっちゃいけないしね。
夕食まで部屋にいるから、時間になったら呼びに来てくれ。翡翠だって他にやることはあるだろ。